Hi, how are you doing? I'm Dr. Lee, Pronunciation Director at Dr. Lee English. So today what I'm gonna talk about through this episode is the stress time rhythm of English. So it means when people speak English, it sounds like like making waves. So this is what I'm gonna talk about today. So let's get started.はいどうも皆さんこんにちは、ドクターリング発音ディレクターのドクターリーです。今回のエピソードでお話しするのはこちらになります。はい、抑揚のない英語は通じないということで、まあ、英語を話す時のこの特徴なんですけども、みたいな感じでこう波打つように話されるじゃないですか。で、今回は、まあ、これについて、どういう仕組みでこうなってるのかみたいな、そういうところを紐解いていきたいと思います。はい、それでは今回のレッスン概要です。英語の抑揚の仕組みをまず理解していただきます。で、それをこう再現できるまで実際にエクササイズをしていく。で、そのエクササイズのネタは、ドラマのスーツですね、これを使って練習していきたいと思います。で、手順としてはこんな感じ。まず英語の発音のリズムについて理解していきます。で、その次にこの強弱を作るエクササイズですね、主にこう喉の脱力、これをやるんですけども、これのエクササイズで、最後にコピングですね。発音練習した後に、そのドラマを使ってそのコピングにチャレンジしていただきたいと思います。もちろんこの英語のこの抑揚を、意識しながらのコピングです。はい、それではまずは、滑らかな抑揚をつけるというところをやっていきたいと思います。この英語の話し方なんですけども、こう強弱の波を描いて発音するようなこう感覚です。例えばこちらのフレーズ Make a difference。はい、これ発音するときにこう波打ってるような感じがあるんですよ。 Make a difference、 スローで大げさにやるとこんな感じ。はい、 Make a difference。 はい、波打つような感じですよね。日本語にはない感じです。まずはこれがどういう仕組みで成り立ってるのかというところを理解していただきたいと思います。はい、これが英語の発音のリズムをこう形成してるわけなんですけども、この波打つこの強弱ですね、これっていうのは内容語を強く発音して機能語を弱く発音してるみたいなこう構成になってるわけなんですけども、この内容語っていうのは例えば名詞、動詞、形容詞、副詞などのこう独立性のある単語ですね。それだけで意味がはっきりしている単語、まあ、要するにそれらの単語がフレーズの中で重要な意味を持つ単語になりますよね。で、逆に機能語というのはどういう単語かというと、前置詞、不定詞、接続詞、冠詞、代名詞、助動詞などこう補助的な単語です。それ単体では意味を持たずに、何かと組み合わさることで初めてそのニュアンスを生むような単語ですね。例えばこちらのフレーズ My friend lives in a town、 この中で内容語というと friendlives, town、 この3つになります。で、それらの単語を補助する、機能語として my とか in とか the とか、こういう単語があるという、まあ、この辺はなんとなく感覚で理解できるんじゃないかなと思います。内容語という、主たる単語と、それを補助する機能語という単語があるというような考え方です。で、これがこう波のように、発音されるわけですね。機能語はその内容語に添えるような形で軽く発音されるので、 My friend だったら My friend みたいな感じで、 friend があくまで主体で、 My はそれに軽くちょんとついてるぐらいな、そういった感覚で発音されます。はい、そうすると My friend lives で、今度は town っていうのが、まあ、主たる単語で、それを軽く補助しているのが in the っていう単語ですね。はい、なので、town, in a town, in a town、 こういう感じで town に軽くこう、添えるような形で発音されるわけですね。そのバランスで My friend lives in a town、 こういう風に波打つような話し方になるわけです。で、割とこの主要な単語、強く発音されている主要な単語が、大体同じようなリズムを刻むことで、すごくまとまった聞きやすい発音になってきます。はい、My friend lives in the town みたいな、こういう、ガタガタした感じではなくて Friend lives town、 なんかこれぐらいで My friend lives in the town、 同じぐらいな感覚で来るとですね、リズム的にすごく収まって綺麗な発音に聞こえます。で、そういった発音の方が、まあ、聞いてても理解しやすいというような感じになってきます。では少しずつこのフレーズを発展させていきたいと思います。今度は進行形にしてみました。 My friend is living in the town、これでも基本的にはその内容語って変わらないですよね。 Friend, Live, Town、 この3つがやはり内容語になってくるわけです。
なのでリズム的にはそんなに変わらないんですね。 My friend is living in a town、はい、Friend に my を軽く添える My friend で living に is を軽く添える It's living It's living で town に軽く in the を添える In a town で、割とこう等間隔のリズムで発音すると収まりが良くなる My friend is living in a town My friend is living in a town こういったニュアンスでさらに発展させて今度は My friend has been living in a town もう少し発展 has been にしてみました。はい、それでもリズムはあんまり変わんない、内容語が変わんないからですね。 My friend has been living in a town、 はい、friend に前を軽く添える My friend で、living に has been のを軽くこう添える has been living has been living あくまで living が主体として発音されているので has been を軽く添えるだけ has been living で town に in the を添えて in a town my friend has been living in a town こうするとこう波打つような感じで発音できますよね。 my friend has been living in a town、こんなような感覚でこう英語って発音されるわけです。こうゆったりとこう滑らかに波を打つような感じですね。はい、そしたらですね、この波打つ感じ、滑らかなこの波を作る練習を、ここからしていきたいと思います。でポイントは脱力です。喉を脱力させること、これを基本にして、で、その、主張するところ、まあ、内容語ですね、ストレスを置くところ、ここで少しこう声を張ってあげるっていうような感覚です。基本脱力で、ストレスを置くところだけ声を張るっていう感覚、そんなに大げさにこう強弱をつけたりだとか、あの音程を変えたりだとかっていうのはしないです。声をはぁ抜く、で声をはぁってこう張っていくみたいな、これの連続なので、はぁこういう風な感じでこう、強弱の波を作っていきます。はい、それではですね、まずエクササイズ1番、まあこれを連続させるんですけども、まず M のポジションで脱力してください。うーんで唇を閉じた状態で、まあ低い声を出してみましょうか。うーんなんとなくこう声が乗ってればいいです。はい、とにかく力を抜くことで、その声を絶やさずに、まあ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 、こういうような感じで波を描いてみてください。できるだけ声を止めないこと。はい、で最後 My mom、 これにつなぐいきます。 Mom Mom My mom、 どうでしょう、滑らか、できるだけこう滑らかな波を作るように。もう一回いきます。Mom, mom, my mom. Mom, mom, my mom. はい、OK でしょうか。で、この感覚でちょっとフレーズ、簡単なフレーズ用意したので発音してみましょう。I met my mom on the street. はい、この中で、まあ、赤字で書いてあるのが内容語なんですけども、met と mom と street。はい、これらがまあ主体となる意味を持つ単語ですね。はい、いきます。I met my mom on the street でつなぎます。 I met my mom on the street はぁはぁはぁみたいな、だいたい等間隔のリズムで収まりますよね。 I met my mom on the street。 はい、こんな感じでどんどん進めていきたいと思います。今度エクササイズ2、はい、今度は L です。はい、舌先を前歯の裏側に当てて、まあ、低めの声でちょっとうーって喉を震わせてください。はい、で、リー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 、こういう感じで声を張っていきます。リーリーで、I'm leaving、 これにつなぐ。はい、いきます。リーリー I'm leaving、 リーリー I'm leaving、 できるだけ声は止めない。声を止めちゃうとこの重要な部分の発音にこうゆとりがなくなってくるので、できるだけ声は止めずに、つないでいってください。 Lee, Lee, I'm living. Lee, Lee, I'm living. はい、この感覚でフレーズ発音します。 I'm living this town this Saturday。 はい、ここで内容語というと living ですね、 town ですね、 this Saturday、 この3つになります。はい、これを主体で発音していく。I'm living this town this Saturday
これらを、波打つようにつなげて発音すると I'm leaving this town this Saturday. I'm leaving this town this Saturday. でテンポ上げると I'm leaving this town this Saturday. こんな感じになる。はい、Exercise 3。はい、今度は R です。ちょっと声を後ろに引いてですね、で舌も奥に引いてですね、うなり声を上げる。はい、舌を後ろにぐーっと引っ張っていってですね、で、もう完全にその舌で喉をこうブロックしてしまうような感じですね。そうすると音がこもりますよね。そのこもったニュアンス、これが R の特徴。はい、で、そこから声を止めずにリーリーと押し上げていく。はい、これで波を作っていく。はい、リー、あ、ごめんなさい、リーじゃなかった、レーでいきます。レーレーアレスト、はい、最後アレスト、この単語につなぎます。レーレーアレスト、レーレーアレスト。はい、でこの感覚でフレーズを発音する。 You're under arrest、はい、You と under と arrest、はい、これにストレスを置きましょう。You're under arrest. はぁはぁはぁ、こういう感じで発音できました。 You're under arrest. で、このテンポを上げていく。 You're under arrest. You're under arrest. はぁはぁはぁ、こういう風に波で発音していく。 You're under arrest. OK. Number 4、はい、今度 W 行きたいと思います。ちょっとこう唇すぼめてですね、そこにまず息を当てる。はい、で、まあ、息を当てながら、うーって軽く息を当てながら、ちょっと低い声でうなる。はい、で、ストレスを置くときに、うーってこういうふうにちょっと破裂させるような感じ。そうするとくっきりと、音が出ます。うー、うー。はい、これで波を描く。うー、うー。はい。で、I'm wounded. はい、ここにつないでいく。I'm wounded. I'm wounded. I'm wounded. はい。で、この感じをフレーズに代用していく。I'm wounded by the words you said. これいきます。はい。主要な単語は wounded と words と said。この3つです。I'm wounded by the words you said. I'm wounded by the words you said. で、つなげる。I'm wounded by the words you said. I'm wounded by the words you said. はい、これでリズムの出来上がりです。はい、いかがでしょうか。はい、そしたらですね、ここから、実際のドラマのセリフを用いてですね、練習していきたいと思います。まず今回の練習範囲を聞いていただきます。どうぞ。Jessica, I could have handled Gerald Tate. And I told you I disagree. Why? Because when you put two bullies in the same room together, things generally don't go so well. はい、それでは発音練習していきたいと思います。で、今回はですね、一通りフレーズを練習した後に最後にコピングっていうのに、チャレンジしていただきます。コピングっていうのは、まあ、フレーズごとにこう動画を止めるので、同じようなニュアンスでこう真似ていく。もちろん、文字は見ないで、言えるようになるまで練習しましょう。はい、それではいきます。まずはこちらのフレーズから。Jessica, I could have handled Gerald Tate. はい、これいきます。まあ、意味的には、Jessica、まあ、上司ですね。I could have handled Gerald Tate. Gerald Tate の、件、僕にもできたんだけどっていう風な意味合いですね。はい、いきます。はい、Jessica。こういう風に、まずは Jessica だけで波を打っていきましょう。Jessica, Jessica, Jessica, Jessica。ああ、ああ、Jessica, Jessica, Jessica, Jessica。はい。で、その次。I could have。はい。ここまでいきます。I could have, I could have, I could have. I could have, I could have, I could have. で、今度、handled。これいきます。handled, handled, handled。で、今度、Gerald ですね。Gerald, Gerald, Gerald。Tate, Tate, Tate。で、くっつけていきましょうか。
Jessica, I could have handled Gerald Tate. Jessica, I could have handled Gerald Tate. で、テンポ上げていく。Jessica, I could have handled Gerald Tate. はい、こんな感じで完成させていきたいと思います。はい、その次。And I told you I disagreed. はい、反対だって言ったでしょって意味ですね。はい。で、またちょっとずついきます。And I のところ、まあ、told にこう向かって発音していくので、弱く、脱力した状態で、And I, and I, and I。こんなニュアンスでいきましょう。And I, a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 nd I。はい。で、今度、told you のところが、told you, told you, told you。はい。たーで声張って力抜いていく。told you, told you, told you。And I told you, and I told you。And I told you. はい。で、今度 disagree のとこ行きます。disag, disag, disag. はい。ここは軽く。で、re につないでいくような感じ。disagree, disagree, disagree, disagree. はい。disag っていうのと re っていうのを、まあ、分けて、発音してみると分かりやすいです。disag, re, disag, re.Disagree, disagree, disagree. Re を主体にして発音する。Disagree, disagree, disagree. はい。で、And I told you I disagree. And I told you I disagree. はい。これで、And I told you I disagree. これになるわけですね。And I told you I disagree. And I told you I disagree. はい。もう I なんて本当にあの U に、あの U のケツの部分に軽く吸収されちゃってるような感じです。And I told you I disagree. はい。ではその次のフレーズいきます。Because when you put two bullies, はい。Two bullies, まあ bully っていじめっ子とかそういう意味合いですね。はい。Because when you put two bullies, はい。Because いきます。Cause の方を主体にして発音して、be っていうのは軽く、添えるような感じ。Because, because, because.で、今度は、when you put, ここ軽く発音してください。when you put, when you put, when you put. because when you put, because when you put, because when you put. はい。で、今度、重要な単語が来ます。two bullies, two bullies. はい。で、全部つなげます。because when you put two bullies, because when you put two bullies, because when you put two bullies. はい。で、フレーズ続きです。In the same room together. まあ同じ部屋にいたとして。In the same room together. はい。ここ行きます。まず、in the same まで行きましょうか。in the. これ軽く脱力して発音する。in the. はい。in the same. まあ発音の仕方としては、まず in って発音。軽くするんですけども、若干こう鼻にかけたような感じで N を意識して発音する。で、その次にもう TH のポジション取っちゃう。なんで舌を軽くこう前歯にあのかけてあげる感じですね。in the same. なんか舌当たるのは一回だけです。in the same. はい。で今度 room together in the same room together in the same room together みたいなニュアンスになる in the same room together in the same room together はい、その次いきます things generally don't go so well はい、まあ、うまくいかないはい、まず things いきましょうか things はい、で今度 generally いきましょうかはいGenerally ゆっくり発音するとこうです Generally これだけでこうウェーブを作っていってください Generally はいどんどんケツに行くに従って音が適当になってくる脱力する Generally はいで、don't go so well. Don't. Go so. Well. Generally don't go so well. Things generally don't go so well. はい。
こんな感じでリズムを作っていく。 Things generally don't go so well。 はい、そしたらですね、ここからちょっとコピングに挑戦していただきたいと思います。まあ、フレーズごとに映像を止めていくので、同じようにこう同じようなテンポ感で真似して発音してみてください。どうぞ。 Jessica, I could have handled Gerald Tate. And I told you I disagree. Why? Because when you put two bullies in the same room togetherThings generally don't go so well. はい、それでは今回のまとめです。まあ、英語ってこう波打つような感じで発音されてるっていうような感じあるじゃないですか。みたいな、大雑把に言うとこういう感じで、これっていうのはその英語の、まあ、そのリズム的な要素なんですけども、それっていうのは重要な単語にストレスを置いて、それ以外の単語は基本脱力で発音されてるっていう、このバランスで、こういう風にっていう風になってるわけです。はい、でこのっていうこの主体となってる単語、まあ、ストレスを置かれる、強く発音されるところ、ここを、メインでこう何となくこう聞いてればですね、全体の意味がこう捉えられるようになってるわけですね。なので全部の音を頑張ってピックアップしなくても、その主要なところ、というのをこうピックアップしていって、で、あとはもうなんか頭の中でこう想像で、意味をこう感じ取るっていう、そういった理解の仕方だと、かなりこう自然に楽に英語が理解できるように、聞けるようになってくると思います。 OK! So hope you all understand this. See you next time.Dr. The English. 英語の声を作る発声トレーニングにより、スピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール。発音コース、Dr. D 認定の発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン。動画コース、Dr. D English の公式テキストを動画で学べる実習用のプログラム。詳細は概要欄にて。